どうも、ロースビーフです。ということで、今日は白猫コラボの、決戦級、やっていきたいと思います。で、サブクエは、全問正解、4体か1体も倒れずにっていうことで、助っ人ね、ハイドランジアさん、これプラーミアだっけ、お借りして、このメンバーで、いきたいと思います。で、例のごとく、恋は、別撮りしてます。ちょっとね、結構やり直したんでね、何回かやり直しましたね。きつい。正直。で、1戦目。全員 HP9000。で、これ3対2、300の3連撃。まあ、正直、大したことはない。ですね。もうここはね、もう、極力ダメージを食らわず、さっさと抜ける。っていう感じにしたいですかね。で、メンバーについては、見てわかる通り、回復デッキ。ですね。まあ、キサラは、アンサーか、アタッカーなんですけど、バイキルドなんですけども、まあ、SS がね、回復。これが結構重要。で、あと、ムーマ、オールドローズ、これ誰だっけ、エルカ、回復、入れてます。本当はね、アタッカー、まあ、ゼツのね、サブクエって言ったら大体もう回復入れず、もう回復はほぼ入れず、もうアタッカーでやっていくっていうのが、あれなんですけど、今回もおそらくそれが一番楽だとは思うんですけども、その場合だとね、ちょっとね、遅延がね、自前の遅延を用意しなきゃいけないっていうあれがあって、ちょっとね、自前の遅延がね、いないっていう、いないので、仕方なくね、回復デッキ、で行くことにしました。本当はね、バレンタインアキラが いれば、戦士デッキ、あと白猫と、あと配布リベーターで入れて、あとキシャラ、で行けるかなとは思ったんですけど、ちょっとね、あれ、アキラが集まんない、あいつ。全然。なんでも仕方ないんでね。回復デッキ。ほんとは、この中でもムーマ。こいつね、SS がね、水軽減。これがね、使わないんですよ。全く。もう完全に回復のみ。アンサー回復のために入れましたね。他にも烈英雄とか入れたんですけども、あれがちょっとね、ステータスが低いかな。ある程度、ステータスが高くないと、ちょっと3戦目で苦労しちゃうんで、そのために、ね、仕方なくね、ムーマ入れました。ムーマ、非常にね、ステータスがかなり高いんで、優秀ですね。アタッカーの方が楽ですよ、絶対に。回復デッキでいくと、全問正解が非常にね、長くなっちゃうんで、大変です。で、2戦目。全員 HP2 万、なんですけども、攻撃はね、さっきと変わらない。3対2、300の3連撃。なんですけども、ここはちょっと重要。つうのか3戦目がね、俺の中で鬼門としてまして、そこを極力ね、HP を減らしたくないっていうことで、ここはね、さっさとね、抜けたいところですね。さっさと抜けたいっていうか、体力を、ある程度残した。っていうか、最低でも8割は残しといたまま、行きたいんで。そのために戦後回復。これがね、非常に重要になってきます。おそらくサブクエだと、もうほぼ必須、になりつつ、あるかもしれませんけどね。あと、このワールドカップ。この問題はね、ちょっともうやめてほしい。検索してもいっぱい出てくるからね、どれが、どれなのかがわからない。もうこれも勘ですけども。で、こいつの攻撃がね、なんか、そうでもないって書かれてるんですけど、結構被ると結構来るんで、なるべくね、もうさっさと、ね、行きたいところですね。特に回復デッキだとね。回復はするけども、毎ターンなんで、ちょっとね、辛い、ところがあります。パネルはね、来てるな。あと、一体も倒れずにがあるんで、スケット、というか、自爆知見とかね、できないんで、スケットに関しては、覚醒優秀な、人がいいかなって感じがしますね。戦士デッキじゃないんで、ちょっとね、リベーターはいらなかったんだ。なんで、プラーミア、あれはね、覚醒、パネブとかね、効いてます。で、3戦目これがちょっとね、面倒。全員 HP15000、で、単体に900なんですけど、これがね、HP 一番低いやつをね、集中的に狙ってくるっていう、ちょっといやらしいやつ、よくありますよね。これがね、かなり食らうんでね、ここはもうね、無駄とかもう、遊びません。もうさっさと倒していく。で、食らいますね。で、回復デッキの場合、これさらにね、このオールドローズ、これをプラスしないとちょっと回復がね、追いつかないんでね、火力デッキだとおそらく1体、1ターンで1体、
キルできるのかな。それの方がまあ圧倒的に楽なんですけど、回復デッキだと、これですね。で、追いつかないんでね、このリジェネでしたっけ、回復してくれるやつ。回復した上で、この回復しなきゃいけないんで、結構ね、集中して狙われるときついですね。ここでレツイユとか HP2000 とか1900だっけ、あれとかを連れていくとね、ちょっと耐えきれない、プラス、あと攻撃もね、最低でも半分は1回で切ってくれないとね、2ターンキルできないんで。まぁ、ちょっとこう、空ぶ、なんだ ?2 色踏んで遊んだりはしますけども。ここはもう遊ばない方がいいね。もうさっさと抜けたい。腹食踏んでるね。こういう危ないことしちゃいけないんだけどね、本当は。で、3戦目倒す。ここがちょっとやっぱ厄介かな。集中して狙ってくる。あと一旦も倒れずに E があるんでね。で、まあこのストーリー。この右のここかわいい。で、ボス戦。ボスはね、ちょっと厄介だな。強いっていうか厄介。左側 HP25000。で、真ん中が10万。で、右が15000。で、右のやつが先制で、スキル反射してきます。プラス、左のやつがね、封印2ターン。2体に1ターンっていうね。で、全員注意。もう確かに全員注意で。真ん中はそうでもないけどもね、左とね、左かな?とりあえずね、左倒します。本当はね、スキル反射から倒していった方がいいんですけども、その場合、遅延持ってる場合はね、おそらく右の、封印、じゃなくて、反射を倒した方がいいかもしれないんですけど、今回ね、俺の場合だと、全体攻撃はね、特にないんで、それでも、ね、封印が非常に厄介、だと思ったんで、封印から倒します。で、この復職、もうこれもうふざけんなよ、マジ。もうさっさと倒したいのに、復職が来るっつうね、これ。半端ない。どうなのかな?まあ、封印、封印非常にこれ、ね、厄介なんだよな。で、封印。で、本当はこれ、騎士ありに当たらなければ、回復ね、できるんですけども、状態異常回復で。で、右のやつもね、割合、やってきます。このコンボが非常に厄介。で、右のやつはね、割合しかしてこません。普通の攻撃とかしてこない。で、左のやつはね、単体攻撃と封印かな。この単体攻撃も、ね、地味にね、威力高い。900、まあ、1000前後、やってくるんで、もう回復はね、しとかないとね、回復デッキの場合は、ちょっときついことになります。左やが厄介。で、真ん中もね、なんか弱いみたいな感じイメージがあるけども、連撃は結構食らうんで、あんまりね、遊べないですね。よし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 。本当はこれね、もっと早めにね、タヌキ倒したいんだけども、で、倒すと。で、この連撃。これも確かに厄介なんだよね。で、割合。で、右のやつね、割合しかやってこないから、威力ある場合は真ん中を先に倒すっていう手も、あるかもしれないんですけども、今回の場合ね、回復デッキなんで、早々に真ん中は倒せないんで、先にね、右側倒しています。火力の場合はね、真ん中で、倒せるとも思うんですけども。連撃食らった後に、割合食らうとちょっとね、HP が減りすぎちゃうんでね。いくら回復デッキっつっても。このコンボはちょっときついんで、右もね、早く倒します。じゃあこのリジェネがだっけ、これ。これが、ね、強い。強いね。特に復職潰しの時には。まあボス戦ね、復職いっぱい出ますから。やっぱこれムーマのね、SS が使えねえんだよね。これが雷軽減とかだったら非常に役に立つんだけども。で、右のやつもね、割合だからね、これはね、もう、水攻撃ではないから防げないと思うんですね。防げないよね。50% 割合だけど、25% 割合とかになるわけじゃないもんね、おそらく。ちょっとあれなんで。とりあえずね、右を倒して、倒すと。よし、倒すと。もうこうなると、あとはもう殴り合い。ただの。ただこれ連撃被ったりするとね、結構厄介なんだよな。
で HP も10万だからそこそこ高いんで、まあ、回復デッキの場合はちょっと時間がかかっちゃう、な、うん、まあ、ただもう変換もいるし、まあ、そこまで怖いところはないかな。見破り欲しいね、やっぱり。まあ、そのためにレツイユ一回連れてったんですけど、やっぱちょっとステータスが低いな。ちょっとね、クロパッツァ的な、回復見破りがちょっと欲しいな。この、全問正解のサブクエ用に。赤でいないかな？玉菊？玉菊だっけ？あれ持ってないからな。もうここはね、もうあとはもう消化試合かな。もう間違えないように、やってくだけですね。間違えてもまあ、まあこれもあるし、で、あの、キシャラのね、回復もあるんで、ただ、サブクエの全問正解さえなきゃね、安心してやっていけるんですけども、これがあるとね、非常に厄介かな。で、見てわかる通り、キシャラ以外は一応、もらい物、かな？ん？あ、違うか。エルは、そうか、エル、全然もらい物じゃねえじゃん。もらい物デッキじゃねえ。戦士のやつだと、なんか、白猫と、配布リベーターと、バレンタインアキラで、なんか、ほぼ、もらい物でいけるらしいんですけども。ちょっとね。けど、マニはできんじゃないのかな。そんなに、特殊なスキルを持ったやつらではないですからね。回復変化、まあ、エル。で、オールドローズもね、回復、回復。で、ムーマに至ってはもう、ただアンサー回復。ステータスが高いアンサー回復であれば、誰でも代用効きますから。キシャラ、ここはちょっと、重要かな。3戦目をね、最低でも、回復デッキでも、2ターンで1体倒したいから、ちょっと火力を底上げね、するためにキシャラ。これ非常にね、重要です。で、そろそろかな。で、倒すと。全問正解が非常に厄介だね。緊張しちゃう。疲れちゃう。で、まあ、ストーリーはね、まあ、おのおの、見てください。では、サブクエ全部クリア。よかったよかった。で、ゴールドやね、経験値もらって、で、1回目でクラフォーシュ。これ一応ね、見ます。にゃーと言ってますけども、どういったことやったのかな。で、まあ、ハイエーテルはね、マナやらゴールドもらって、これ、アンナ、ガーネット、ミラ。ちょっとね、ステータスとかスキルはちょっとよくわかんないんですけど、とりあえず可愛い。なんか覚醒アイテムかなんか拾えるらしいんで、周回ね、したいと思います。弱い級は。ということで、白猫コラボの、決戦級。でした。